これに変わるものってないんじゃないかな。ブランド言っていいですか、まず。うん、シャネル。あ、皆さんこんにちは、佐藤イリアです。今日は水越美里ちゃんとコラボになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水越美里です。お邪魔します。よろしくお願いします。我が家に来ていただきました。はい、ちょっとお邪魔してイリアさんハウスに来てますが、すごい、すごい、多分みんなイメージしてる通りのめちゃくちゃおしゃれ。いやいや、もうそんなおしゃれハウスでありがとう。すごいね、ドキドキしてます、今日朝から念願のコラボです。ありがとう。 で、ね、でも会うのはもう何回、うん、3回目ですか。会ったの3回目か。3回目ですね。3回目だね。でもなんかすごく、ありがとう、居心地よく私もいただいてます。ありがとうございます。ありがとう。今回の企画は私が皆さん、見てる皆さんの気持ちになって、美里ちゃんとコラボするなら、うん、何が知りたいかなって思った時に、うんうん、やっぱレビューの女王ですから、いやいやいやもう何でも、いやいやいや、もうすごいたくさんの量をね、使いこなしていると思うので、今回は忖度なし、私たちが溺愛するデパコス6選をご紹介していきたいと思います。イエーイ。今回選んでみてどうだった？めっちゃ迷いました。でもめっちゃ迷ったけど、うん、これに変わるものってないんじゃないかなっていう目線で選びました。なんか似た感じのものはあっても、うん、やっぱりまたこれを買いたいって思うような、本当に好きって思うコスメを選びました。初めてかな、美里ちゃんの動画で出したことある、そういう。あ、なんかベスコスとかはやっぱやるんですけど、うん、こう生涯というか、うん、ずっとの中でめちゃくちゃ殿堂入りみたいなのはコスメだとそんなないですね。でも分かる、私もそうで、うん、意外と2021年とかこの時期っていうのはあるけど、なんかこうずっとトータルでって意外と出してないし、他の YouTuber さんでもそんなにやってないような、まあ、確かにそうかもしれないね。うんうんうん、楽しみ、保存版でございます。保存版です、はい、本当に。はい、早速いきます。はい、なんだろう私1個だけもしかしたらかぶりうるだろうなっていうものがあるんですけど、うん、あ、すごい、ちょっとそれが出てこないかドキドキして待ってます。で、出てきたらちょっとすぐ教えて。はい、いきます。はい、じゃん。違った。クレドポーボーテボワールマティフィアンリさん、よくない？これいいですよね。ま、ふわふわって感じ、ね、あ、そうそう、毛穴もふわーっていう感じになるので、ちょっとまあ基本的にフラットに見せたい方と、ファンデーションを次のせるときに密着度高まったりとか、まあ、テカリづらいとか、これ1個持ってればちょっととりあえず本当に安心でしょうの。確かに安心感はめちゃくちゃある気がします。ちょっとなんか思い出しました、今言われて。あ、そういえばこの子いたみたいな。あるといいと思ってる。私結構その毛穴気になるタイプなので。そう、いやもうほんと見ちゃダメよ。一回も思ったことない。ダメなの、毛穴。まだ、あ、ちょっと大人の肌悩みがやっぱもう世代的にあるので、うん、一旦毛穴をこう動画の意味ので一旦この子でフラットにしてから、はい、なんかお気に入りのベースをどんどん重ねていくっていうイメージで。え、ちょっといいですか。もちろんちょっと使ってみてください。毛穴レスにする系って、うんうん、なんかさらっとしすぎて、あ、ちょっと乾燥っぽくなりがちなんだけど、これは結構しっとりが続くから、ね、確かに今触っててもそう思ったかも。なのにこの毛穴はふわふわってこうぼかしてくれる、うんうん、その感じは、うん、とにかく気に入ってます。なんか手の上に今塗ってもちょっとこのなんかキメあるじゃないですか、あれとかもふわーってなった感じあります。なんかこういうところに乗せただけでもわかるぐらいの、うんうんうん、そう、肌をきれいに見せてくれるやつっていうので、うんうんうん、気に入っております。なんか結構私合うメイクさんでも使ってる方がものすごい多い印象です。あとこれはそう、うんうん、ヘアメイクさんやっぱ使ってる率高くて、うん、そう、私が買うきっかけになったのも小田切ヒロさんとかの時に、ヒロさんか、うん、ヒロさんがすごいおすすめって言って使ってくれた時のメイクに感激して、うんうん、そう、これ顔にしました。ちょっと久々に使ってみます。ちょっとぜひ美里ちゃんの動画で使ってるとこ見たいな。はい、美里ちゃんお願いします。これどうかな、こちらです。あ、エトボスのミネラルインナートリートメントベースクリアベージュでございます。こちらは、はい、はい、
大好き。え、ぽいぽいぽいなって思ってました、うん、いいですよね、これめちゃくちゃいい。めっちゃ好きで、あのなんか下地って私結構何使おうかなって迷う時があるんですけど、そういう時にまず、あ、今日これにしようっていう風に選んじゃうアイテムで大好きでございます。すごいわかる。あの、はい、何も考えずにきちんと肌をきれいに補正してくれるやつ。で保湿感もあって、なんか今のこういう冬とかにもすごいいいなって思うし、うん、なんか潤う感じが個人的には結構好きですね。わ、うんうん、かる、しっとりするよね。しっとりしますね。しかもなんかすっごい細かいパープルパールが入ってるんだって。そうなんですね。そう、だからほんとさりげなく内側にこう透明感を出してくれるっていうのもすごく強いでした、だからなのかな、なんかこうパッてした感じになりますよね。そう、ベージュなんだけど、うん、無理やりトーンアップじゃなくて、うんうん、綺麗という感じ。え、わかる、これも私大好き、ね、すごい好き。香りもちょっと光るかも、うんうん、ちょっとなんだろう、爽やかな、爽やかアロマっぽい香りだよね。はい、え、さすがです。なんか綺麗に見せてくれるけど厚塗りでは絶対ならないし、うん、ファンデとも別になんか邪魔もしないし、うん、ちょうどいいっていう、なんかスキンケアみたいに使えるし。あ、わかるわかる。ダメなところが私的には特になんか見当たらないような形かなって感じ。なるほど、でも確かにそうかも、うん、もうちょっとここだったらっていうのが全くないね、うん、これね。そうなんですよ。ちょっとじゃあ私、はい、ごめんなさい、下地が好きすぎて、はい、いやこれもなんかすっごい迷ったんだけど、なんだろう、もう一個紹介していい？はい、なんだろう、これ使ったことある？じゃん、あ、これのカラーチューナー、これ好きです。わかる、私もすっごい好きで、でちょっと今回はあの、うん、トーンとのコラボなのこれ、あで限定品で、はいはいはい、あのちょっとベージュなのね、カラーが。あ、これ本当だ。そう、通常カラーにはないの、うん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 、で通常カラーはホワイトしかないんだけど、うんうん、これなので今売ってないので、もう本当申し訳ないっていう感じなんだけど、これがもう好きすぎて、でこれ私ブルーも持っていて、はい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 、私結構そのイエローベースの黄身強めなので、うんうんうん、しっかりこう綺麗めメイクとか、うん、透明感も本当に出したいっていう時は、うん、ブルーをしっかり入れるんだけど、そのカラーコントロールしてくれるんだけど、うん、こう無理やり感が全くないっていうところが、うん、それはオレンジでも思ったかもです、うん、で口コミ見ると正直そんなによくなくって、うん、結構崩れるっていうのが多かったんですよ、あとちょっと持ったりするっていうのが多くて、うん、ちょっとね、それはわかる。でも、うん、なんか全然そこを私は正直あんまり感じなくて、うんうん、なんかさーって伸ばしちゃえば全然馴染むし、そこからわかる、うん、あ、すごいってむしろ思った記憶があるアイテムです。あ、よかった、同じ気持ちで。トーンアップ欲しい人はこれ、私いい感じのイエローベージュなんだけど、うん、あのホワイトでも大丈夫、うん、そうなんです、ね、っていうので、ね、あの内側からツヤってするので、いいですね、そういうツヤ系の下地はやっぱりなんか使いたくなりますね。わかる、うん、中に仕込むっていうのが、うんはいうん、すごく好きです。え、じゃあ私下地じゃないんですけど、ファンデを出したくて、うん、ファンデすっごい気になりませんね。ユリアさん、ちょっと馴染みがない気が、ドキドキ気がして、でもブランドは多分知ってると思う。こちら、ヘラのブラッククッションなんですけど、知ってます？ごめん、はじめましてです。韓国コスメって結構プチプラのイメージあるじゃないですか。韓国コスメのデパコスみたいな感じ。なるほど。結構いい値段、5000円ぐらいするんですけど、なんかクッションって肌すごい綺麗に見せてくれるけど、ツヤっぽくなるがゆえにちょっと崩れやすいものが多いなって思ってて、っ、うんうん、このお部屋のクッションは全然あの崩れないっていうのが一番の推しポイントです。へー、結構なんかマットっぽい感じ、セミファットっぽいような、ね、うん、馴染むような。でもあのカバー力は高そう。高いです、うん、めちゃくちゃ高くて、でなんかもともと初期に使ってた時にカバー力高いがゆえのちょっと厚塗り感みたいなのがあるねって思ったんですけど、リニューアルしてその厚塗り感もなくなって、カバー力あるけどそんなにこう厚ぼったくはなく、で崩れなくて肌綺麗に見えて、めちゃくちゃおすすめでございます。あんまりなんかこう日本のクッションとかであんまりない感じの質感かなっていう感じがあります。え、でもなんか本当だね、なんかすごい綺麗ですね。でもし乾燥気になるんだったら、それこそこういうエトボスみたいなのとか仕込んどけば、うんうん、まあ綺麗に仕上がるかなと思うし、崩したくないクッションを探しながらこれがおすすめでございます。確かにクッションはちょっとまあ崩れてもクッションだから仕方ないっていうイメージあった。油分があってこそ綺麗みたいな感じかなと思うんですけど、うんうん、そう、どこで買えるのこれ。買えるのが、そう、それが多分、うん、オンラインしかなくって、うん、その色選びがちょっと難しいっていうのと、いろいろ難しいくせに値段が結構するので、うん、確かにちょっと手を出しづらいとこあるんですよね。どうしたの、色選ぶ時。私は21と23両方使ったんですけど、正直どっちもいけて、
23のが本当肌とぴったりで、21だとちょっと明るくって、まあ、マスクとかするならそれでもいいかもなくらいでした。え、ちょっと初めてだから、使ってみる、はい、買ってみたい、ありがとう。あのファンデーションめっちゃ楽しみにしてたの。あ、本当ですか。めっちゃ迷って、私も本当日替わり使うので、このヘラも使わない日も全然あるんですけど、うんうん、やっぱ1個ってなったらなんかこれかなっていう感じがしました。でも確かに絶対もうあのファンデ選ぶ中で大事なのって崩れにくさとか、うん、そうですよ ね、 だよね、今だと使いやすさだもんね。そう、私はちょっと、はい、あのファンデも大好きで結構あるんだけど、はい、今回は下地に集中してしまったので、はい、ファンデは飛ばします。なん、はい、だろう、次じゃあアイシャドウいくね。アイシャドウで、もうあ、じゃあちょっと言って、私何選びそうか。ブランド言っていいですか、まず。うん、シャネル。あ違う、大正解シャネルの、うん、ウォームとかですか。ねえ、もうほんと占い師ね、占い師なの、ね、テンダーじゃないかもとは思ったんですよね。え、すごい、このさ全部入っちゃってるんだよねえ、じゃあ褒めてもらってる。すごい当たりですか。え、もう大当たり。え、これの、これのこと。え、でもこれがあの、私テンダー持ってるんですけど、うん、テンダーすごい好きだからいいの分かってて、リアさんならウォームかなって感じでちょっと思った。え、それ雰囲気、この肌の感じで、なんか雰囲気、全然の雰囲気。あとこの間アイメイクそんなに色をがっつりのせないって言ってたから、あ、なるほど、テンダーだと確かにちょっと濃い感じあるのかなと思って、うんうんうん、あ、でも本当にすごい、もう今おっしゃった通りで、もうこれの良さって私欲しいんですよね、ウォーム。あ、持ってない、持ってないんですよ。そう、めっちゃいいよ、本当に。なんかその主張しすぎないのに上品にしっかりこう肌なじみがよくて、あのね、作ってくれるって感じですよね。そう、っていうあの感じがもうやっぱりなんか隠れ名品みたいな感じしない、これ。意外と確かに雑誌でドーンみたいなベスコスとかってなってなかったりするけど、使ってる人めっちゃ多いと思います。そうそうそう、うん、ほんとそんな感じ。あの隠れ名品感もある。名前あれわかんないんだけどさ、キャトル、あ、4つのやつ、うん、はいはいはい、あっちの方がやっぱシャネルといえばっていうので、っぽい雰囲気ありますね。あるけど、うん、私そのね、さっき言ったみたいに色をバンって出すよりは馴染んだ方が好きだから、うんうんうん、そういう方で、しかもちょっとこう上品メイク好きな方はもう、うん、絶対これ。え、ちょっと見ていいですか。え、もう触っても本当に思ったよりピンクっぽいんだっていうのが今でも、そう、これで見ると。でも肌にのせるとそこまでかな。ここが一番濃いし、うんうん、景観のあるマットっていうか、フォームふわーってなりますよね。かわいいな、やっぱりウォーム欲しいな、私も。肌にでもすごい合いそう、馴染むね。使いやすそうですね。そうなの。だからこう、ちょっとちゃんとした場みたいな時、あと私その子供がいるから、あの、うんうん、学校行事みたいな時とか、そういう時にこう主張しすぎないきちんと感が出るから、使いやすい。テンダー使ったことありますか。テンダーってあのちょっと紫気味のやつ。そうで、ローズ気味のやつ。 あ、 あれはね、ちょっと私なんか強かったですか。そう、強いの、濃く出すぎちゃって、なんか普段メイクっていうよりはあれを主役にしなきゃいけないっていう感じで。確かに、でも色はしっかり出るかも。なんか逆にでもテンダーでそう思った方とかはこのウォームぴったりかもですね。でもテンダーの方が合うんだ。いや、ウォームも単純に買ってないだけで、テンダーしかメインで使ってないので、うんうんうん、どっちが合うかわかんないけど、でもテンダーも好きって感じです。うん、あ、でも綺麗だった、あれもすごく。可愛いですよね。うん、質感が、うん、好き。やっぱいいよね。可愛い、なんかパッケージとかも可愛いから。そう、このね、ベージュのこの感じとかも。テンション上がりますね。うん、え、じゃあ、私は、うん、IK でしたもんね、今。IK です。じゃあ、愛系行きたいんですけど、これはね、スリーヤさんのイメージ私にあんまりない、なんか新しい感じでいいじゃない。何？アンプリチュードの眉マスカラです。はい、これはあの色味がめちゃくちゃおしゃれで、ちょっとこういうなんかちょっとバーガンディっぽいの。そうなんです、バーガンディの色して、なんか私眉毛を結構赤み系にするのが好きなんですよ。で、その赤み眉をパウダーとかで仕上げた時にもうすごいドンピシャに合う眉マスカラで、これ塗るとすごいなんかおしゃれな人感が一気に出るような気がして、うんうん、めちゃくちゃ使ってます。眉マスカラにしては若干固めっていうか、毛流れがパリッと出る感じなので、うん、パリッとするからこそ毛流れも整って、うんうん、よりおしゃれな感じでこの色との相性も良くて、
うん、これは可愛いです。すごい。でも立ち上げたい人とかめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃおすすめです。ちょっと塗ってみていい？いいですか？今塗れるかな？ちょうど忘れてた。塗るの。本当ですか？これ忘れてたよ。危ない。似合いますよ。めちゃめちゃ。買います。買います。買います。似合う。でも確かに。私初めてこういう赤みのやつ使うの。なんかユリアさんの洗練された雰囲気がマシマシになった。あ、でそれで黒い服とか着てリップ赤とかにしてちょっとパーティーとか行ってみて。パーティー行く。良い。あ、すごいねこれ。似合う。本当？いや、なんかさ、はい、柔らかさと、はい、そのおしゃれさが一気に出る。めっちゃね、なんかあとバーガンディなんですけど、うん、めっちゃ赤みにするかっていうと若干自眉の黒さを生かしてくれるので、確かにそこまで浮かないっていうのが。いやすごい。いやでも赤リップつけてほしいな。なんかいいですね。あ、やっぱでもちょっと確かに統一感は出るねこれ、うんうんうん、ね、すごい全然違うの言っちゃうけどさ、ジル・スチュアートのさマンマスカラとはどう違う？どっちが好き？塗りやすさだと眉マスカラ感がないみたいな、ふわっと感だとジルだと思うんですけど、こっちの方がこの束感が出てちょっとおしゃれな感じになるっていうのと、あとジルのこの眉マスカラは赤っていうかは結構ピンクベージュっぽくなって、うんうんうん、ちょっとこう色素薄い感じになるので、柔らかい感じか、はい、なのがそれがいいのか、ちょっとかっこいい感じにしたいこういうバーガンディがいいのか、ゆりやさんはどっちにもめっちゃ似合うと思うんですけど、いやでもさ、そもそも私、はい、眉マスカラをデパコスで買う人って、うんうん、確かにあえてそんな、そうなんか正直プチプラでもいっぱいあるけど、うんうん、でもやっぱ使ってみるとなるほどなってすごい感じる。ちょっと違うんですよ。さすがだなって思ったよ。プチプラで今探したいなと思ってるんですけど、まだあんま出会えてないですね。本当にさ、私さ、全部めっちゃ知ってくれてるっていうかさ、みさつちゃんも知ってるアイテムばっかりで、はい、私、申し訳なくなってきちゃう。もう次のとか本当に申し訳ない。え、なんだろう、なんだろう、あ、占い師さんまた当てます？もう一個シャドウです。え、もう絶対当たる。え、ゆりやさん、一回私にあれかな、コメントしてくれたやつかな、スック。おー、これさらっといこうかな。聞きたい、聞きたいです。スックの2番ですか？はい、もうやだ、もう動画にするまでもない。そんなことない、そんなことだよね。そう、てかそもそものきっかけこれですもんね。私多分ゆりやさんと連絡取れた。そうそう、そうなの、うん、あの本当にスックをリニューアルした時にもう何買おうって、しかもその時自粛中で私本当に全然出てなさすぎて、触りたいけど触れない、うん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 、YouTuber の方参考にさせてもらおうと思って、みさとちゃんの動画を参考に、あ、2番いいな、色がコメントくださって、コメントしました。え、ゆりやさんか、佐藤ゆりやさんからコメントで、ちょっと旦那に家で本当旦那が教えてくれて、ゆりやさんからコメントくれたでしょ。ご主人に知ってくださったの。もちろんね、すごい、返さなきゃみたいな感じになったっていう思い出がめちゃくちゃあります。すごい使いやすいじゃない、うん、でもラメの出方も綺麗だし、ラメめっちゃ綺麗、すごく色ですよね、うんうん、ラメめっちゃ綺麗です。結構もう目の全体に塗っても綺麗じゃん。わかります。もうなんか繊細だけどチラチラチラみたいな感じになりますよね、うんうん、かわいい、かわいい、とにかく好き、うん、で結構これがさ、うん、この色をしっかり出しても、うん、なんか強すぎないし、うん、これさ、うん、光によってピンクに見える時とオレンジに見える時ない、うん、私ね、スウォッチやった時にもそうだったの、家の中で撮る場所って全然色が違いすぎて、っていうことは、まあ、自然光で外で歩いてる時と蛍光灯の下と、そういうことですね、うん、でもどっちでもやっぱすごく見え方自分の中では良くて、さっき選んだこれみたいなピンクベースが好きな人も、でオレンジちょっと挑戦したいみたいな人も使いやすいんだと思う。確かになんか似てるけどちょっと違いますね。そうそうそう、スックでまたピンク寄りともうちょいオレンジ味がいいのかっていうので、いや、これはもう分かります。もうこれはもう大好き。うん、もう本当にすいません。以上です。以上です。あなたのスウォッチで見ましたので以上です。このままって使いますか、このブラウン、くすみブラウンって。
これね、そう、はい、でも私普段、はい、結構ここら辺使って締め色なんだけど、はい、これが結構好きで、うんうん、あの他のアイシャドウパレットで、うん、ちょっと挑戦でカラーメイクとかするとき、うん、これを結構あの中間色でしっかり入れて、うん、トーンを落としたりして使うのが結構好きなの。じゃあツック以外のものともこう合わせてみたいな。そう、ちょっとそれはやったことなかったかもです。ちょっとやってみて、カラーメイクすると目元ばっかりが、うん、トーンが明るくなっちゃって、ね、顔ぼやけるとかいう時結構これで締めてあげるというか、うんうんうん、トーン落としてあげるとカラーメイク使いやすかったりとかで好き。すごい、やってみよう。ここ使わない？なんか、うん、私は使う時はあるけどこの中でしか使ってなくって、うんうんうん、このオレンジを若干ちょっと大人にしたい時に使うくらいだったんですけど、うんうん、他のに合わせるっていうちょっと発想がなかったからやってみようと思いました。よかった。じゃあぜひあの本当に他の色とも相性良いカラーで、素敵。いやーすごい、はい、ありがとう、あの動画にしてくれて変えましたじゃあ、うん、次ですね。あ、じゃあリップいきます。お、リップ、はい、イヴ・サンローランのルージュピュールクチュールベルニみたいな、ね、ウォーターステイン覚えてるんだもうこれはなんかもう難しすぎて逆に覚えました確かにこれすごい好きでめっちゃ迷いました。でもデパコスのリップなんか迷ったけど一番私よくなんだかんだ使っちゃうのはこれかなっていう感じで。わかる。好きですかこれ。すごい好き。なんかいつかのあのベスコスで選んだかも私。なんかその、はい、マスク落ちしたくないっていうのの初期の頃にずっとこれ使ってた。本当に落ちにくいですね、マスクで。今日もこれじゃなかった？今日ずっとこれ使っててちょっと薄くなって、喋りすぎて薄くなってきちゃったからね。なんか毎回復活しようと思った。今日これを使うって聞く前に、はい、あのほら撮る前に会話してた時に、はい、リップあの、うん、マスクしてうちに来たのに、うん、うるうるしてて、うん、そう、うるうるしてる。うん、何使ってるのかなと思った。あ、嬉しいです。すごい。でもうるうるしてるっていうの結構推しポイントで、うん、落ちにくいとこが好きです。あとなんかシャネルのルージュアリュールラックってあるじゃないですか、うんうん、あれもすごい好きで似てるけど、うん、こっちの方が潤い感は強いかなって感じが個人的にはする。え、あれ似てる？結構その落ちなさとか、あ、落ちなさ加減の、そうです、そうです、うん、なんか発色がいいのはシャネルかなって思うけど、うんうん、結構パキッとね、はい、潤ってチュルッと感が私はすごい好きです、うん、チュルッとしてる、可愛くて。なんか617番のローズっぽいのを買ったんですけど、うんうん、それもめっちゃ可愛いけどもう絶対外せないって私が使うのだったら610番かなって感じ。なんかあれだよね、はい、ここのこれで見る色よりちょっと赤みがちゃんとあって、そんなに甘すぎない感じが、なんかヌーディーすぎないかも。このパッケで見るとめっちゃヌーディーって思うけど、うんうんうん、そんなに全然実際塗った時の方がね、うんうん、使いやすいし。いや、わかる、使いやすいよね。それこそなんかさっきイリアさんが紹介したシャネルとか、うん、あのスックのアイシャドウとも絶対に合うカラーだと思います。絶対合う、はい、いいバランス。いや、すごいわかる。でもリップは絶対こう落ちなさと。そうなんですよ。今そうでも確かにここまでうるうるするのが継続する、ティントまでいかないけど。そうなんですよね、色落ちしないリップって、うん、意外とマットとかだったらあるけど、うんうんうん、この質感がすごい好きです。ちょっと、はい、復活しよう。最近ちょっと使ってなかった。使ってみてください、うん、使ってみます。いいのいっぱい出てきてるからね。なんだよ次。次のジャンル何ですか？待って、リップでしょ。私リップ選んでなくて。リップ迷いますよね。そう、ありすぎ、うん、もう。わかります。それもめっちゃわかる。でも良いね。じゃあ何だろう、何を選んだ？あと残ってるの？あとはチークとハイライトがあります。じゃあハイライト揃えよう、はい。じゃあさ、ハイライトいきます。はい、ハイライト何だろう。あ、待って、もう当てられちゃうもん。ハイライトしたら嘘つかない。いきます。はい。これです。じゃないけど、あの、これ、あ、分かった。あれです、あれです。わかります、はい。それとめっちゃ迷いつつ。これ知らないです、私でも。嘘、本当？はい、知らないです。おー。もうね、そのハイライトって結構、まあ、パウダー使うことがもちろん仕上げだし、うんうんうん、多いんだけど、うん、これはもともとの自分の肌の水分量がたっぷりあるがゆえのハイライトみたいな見え方がする。もう水で満ち足りてるぜ、みたいな、うん、そうそうそう。からちょっと私も見てみよう。触って。しかもこの下地みたいな、なんか、そうなので、結構みずみずしいのに時間が経つとピタッとフィックスしてよれないの、うん、からそのマスクの下でも全然大丈夫だし、うん、結構本当に
もっとピカッてしたい時もここら辺とかもバンバン入れても本当によれない、うんうん、これって下地ファンでパウダーの後に使うか、下地ファンでこれパウダーって感じですか？私もパウダーの上に塗っちゃってる。パウダーの上からいけるんだ、いいな。でもパウダーの上でもあの粉がこうよれたりはしない、うんうんうん、ちょっとまあ少量でトン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 細かく叩くっていう感じなんだけど、めっちゃ綺麗ですね。肌綺麗に見えるハイライトみたいな感じ、うん、ピカってするから。しかも今言ってたこのフィックス感、密着すごい。なんか見た目のみずみずしさは残るのにベタベタしないんだよね、うんうんうん、ちょっと待って、今あれ出していいですか？多分同じだからもうほとんど、うん、同じだからってほとんど、あ、わかった、あれね。ちょっと待ってね、それと比べたいかも今で、私これの難点がまさに今それだったから。そうなの。あの、私が選んだのがこちらの亡命サンシェードなんですけど、あのチークっぽい方もすごい好きで、うんうん、でも今の話で言うとこのスカルプティングの方をちょっと出すと、すごいこれもなんかその肌がみずみずしいツヤが出てなんか綺麗に見えていいんですけど、ちょっとペタッとして崩れるのはまああるかなっていうのが難点だったのを、これいいじゃんって今ちょっと思っちゃいました。まさになんです。まさに。これ使おうかな。じゃあすっごい好きでずっと使ってたんだけど、いいですね、これ、これが出て、はい、でこれのその難点でちょっと油分強すぎる。そうなんですよね。髪の毛ペタッとかな、うんうん、まあよりやすいんだけど、うんうんうん、これはそのサラッとするからフィックス感、で同じような出方を正直する。だこっちの方がちょっとまあオイルっぽいから、はい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 、なんかマスク自体じゃなかったらいいですよね。もうめっちゃ使うんだけどっていう感じ。私結構撮影の時とかこういう時にこれを使うのがすごい好きで、うんうん、しかも使うと褒められるから、ね、みんなにもめっちゃおすすめなんだけど、やっぱその日常で使うとなると崩れるなとは思ってたから、え、これいいですね。え、これしかも本当に日々使ってるんだけど、はい、これもう1年以上経つのね。あ、そうなんですか。入れてからでもまだこれぐらいなの、うん、から多分永遠に使える。ほんと減らない。めっちゃ伸びるから量も多分そんなにいらないだろうし。そうそう、本当にそう。いいな、買おう。これも本当おすすめ。これ好きな人には絶対おすすめ。これこそでも隠れ感ないですか？知らんかったですし。あ、そうなんだ。有名だったのかな、もしかして。すごい。でもなんかこれと同じシリーズなんだろうね。から、ね、あのもっと多分この子たちがもう全面に出ているんだと思う。そうかもしれない。だからかな。そう、でも本当にあのさっき言ってたみたいに日常使いにすごくいい。で結構いいお値段しちゃうから、うんうん、あの躊躇すると思うんだけど本当に減らないから。ずっと使えるっていうところで実質無料みたいな。実質無料もう何年も何年もかけて。いい、顔、いや、もう良いです。嬉しい。じゃあ次、最後ですか？最後です。1,2,3,4。 あ、最後ですね。はい、いきます。な、何のジャンルですか？なんか魔法当てるないじゃん。私、マスカラです。マスカラ、うん、え、わかんないです、それは。あ、本当？はい、じゃあ行きます。でもなんかで見た気がする、使ってると思う。こちらです。あー、これいいですね、やっぱり。あれ使ってなかった？めっちゃ前に使って、あんまりちょっと覚えてないです。もう今ねえ、ちょっとさ、はい、わかんない。私もこれ使った時ね、はい、あの本当に10年以上前ぐらいに使ってて、うん、正直そんなに良さがわかんなかったの、うんうん、ここ1年半ぐらいか、うん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 、やっぱり何これ、やっぱ最高じゃんってなって。なんでですか？でもわかんない、マスカラ、どんなマスカラが好きかによるんだけど、そう、私そ若干こうパサッとするというか、うんうんうん、あんまり重たいツヤツヤのまつげ、うん、あんまり好きじゃないというか、うんうんうん、軽い感じ、そうそうそう、羽みたいな感じが好きで、ふわっとしてて、でカールキープ力が強くて、うんうん、あ、それはでも大事かもです、うんうん、あとこれの色がダークチョコレートっていう、あ、黒じゃないんだ。そうなの、去年限定で発売されてたものが定番になったのね。それは知らないかも。で、このいい感じの抜け感が、うん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 、あの茶色すぎて目元が明るすぎて抜きすぎるのはあんま好きじゃない。でも黒だと強すぎっていう方にすごくいい、うんうん、良いの。軽いっていうのはでもなんか覚えてるかもです。すごいふわっとしてて、でもお湯落ちじゃないですか、うん、私的にお湯落ちのものはカール持ちが正直そんな良くないっていうイメージがあって。あ、そうなの。ウォータープルーフの方がカール持ちすると思ってたんですけど、うん、でも今ユリアさん今日塗ってますか？塗ってます。全然カール落ちしてないから、あ、カール持ちするんだって今思いました。お湯落ちなのにカール持ちするんだって思ったかも。
すごいですね。まつげパーマです。ごめんなさい。まつげパーマなんです。いや、まつげパーマする前から使ってるから。あ、じゃあそれはもちろんそう。そうなんですね。カールは絶対大丈夫。シャツとか使わなくても落ちない。私はね。機会があったら使ってみてほしい、うんね、これあれですもん、人気ですもんね、多分好きな人多いんだろうな。そうだから人気ってこともあんまり正直知らない中、うんうん、使って、うんうん、本当に名品らしくて、うん、名品だと思います。でヘアメイクさんは必ず持ってるよって本当にいろんなところで聞くのね。本当にいろんなところで言う、あ、もうこれねって言われるから、どこで紹介しても、はいはいはい、っていうぐらい私はもう絶大な信頼をしてます、それこそプチプラでもマスカラってめっちゃあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱこれがいいんですね。もう一個だけ好きなのがあってプチプラで、はい、うんうんうん、それ B アイドルなんだけど、あ、はいはいはい、アカリンのやつ、アカリンの、うんうん、あのそのグレー、流し目グレー、あー、あれよ、流し目グレー、ありません、流し目グレージュだったかな、でもグレージュかな、うん、ありますね、ありますね。あれはなんかまあこれとは違う意味でその色が黒すぎずブラウンでもない抜け感っていうのがすごい好きなんだけど、値段とかも考えてもこれが優勝、使ってみます。またえ、ちょっとぜひやってみて、はい、最後、はい、じゃあいきますね。はい、こちらです。ローラメルシェのブラシカラーインフュージョンの13番を選びました。13番、絶対似合うと思うんですけど、ちょっと色濃いかな、でももうちょっと薄くてもあれかもなんですけど、まずこのチーク自体がふわっとしてて、あと色持ちが結構いい気がして、うんうん、塗った後もすごく好きなんですけど、この13番が私は結構推しで、割と新しい色かもです、これ。あ、そうなんだ。去年ぐらいの新作で、はい、ピンクオレンジみたいな、イエー、わかる、色でちょっと強めというかしっかり塗るので、割とチーク苦手な人だと、あ、ちょっと濃いなって思うかもなんですけど、まあ、ブラシとかで薄くふわって塗ってもらって、なんかどんなメイクに使っても私は可愛く仕上がる気がして、結構なんかちゃんと今日は外したくないみたいな時に使うことが多いです、ね、もしこれが濃いって思う方は11とかも結構おすすめで、え、これ前職レビューしたの？してないんですけど、なんか春に出たやつがこういう系の色味でめちゃくちゃ可愛くて、結構4色くらい買ったんですよ、まとめて、うんうん、でも一番好きなのは13かな、私は。いやでも、はい、いい色。5番はでも迷って買ってなくって、でもちょっとみさとちゃんの印象ではないかも。え、ちょっとラメ、そう、ラメ入っていて、結構ね、なんだろう、深みがあるので、はい、なんて言うんだろうね、可愛らさを足すっていうよりも骨格をメイクするっていうか、立体感とかシェーディングっぽくもなるみたいな、延長みたいな。あとはだからちょっと大人っぽいメイクにしたい時に使う感じかな、はいはいはい、逆にこっちの5番の方はここで見たほどの濃さが出なくて、そうなの、意外と使いやすそうって思ったから、ね、でそう、この直接見ると結構ブラウン強めの、うん、ちょっと深すぎるって思うけど、うん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 、意外とそんなことなくて、うんうん、赤みっぽさもちゃんと出てくれるから、うんうん、なんかこう大人っぽく、うん、ちょっと美人風みたいなメイクの時にすごい使いやすい。そのやつ、だから私ね、チークだったらこれかなと思ったの。これいいですよね、選ぶの、うん、しかもカラバリが結構豊富だから、うんうん、まあ、この2色でも違うなって思った方でも絶対、あ、いいっていう色が見つかる気がします。あ、でも分かる分かる、いろんな色ありますよ ね、 本当に、うん、いいバランスだね、そうですね、2人合わせると結構めっちゃいろいろ紹介できた気がする。え、いいものばっかり。ちょっと私はもう帰りに絶対この子を買おうと心に決めてしまった。めちゃくちゃ使ってみたい。いや、そうだよね、うん、あの、聞くと本当欲しくなるよね、私とか。どうしよう、聞くと欲しくなります、本当、うん、でもちょっと好みが似てるから。いや、でも確かにそうかもね。何買っても、うんうん、外れない感じはありますね。なんか本当にあの名品と、うん、まあ、隠れ名品って言うとあれだけど、うん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 、絶対的にいいものが揃ったかと思います、うん、はい、ということで今回私たちが選んだ出来合いコスメのご紹介でした。ありがとうございます。いや、楽しかった。楽しかったです。すごい、なんかまあ撮影っていうか普通にただの推しを聞くみたいな、お互いの推しを伝え合う動画だったけど、いや本当になんか欲しいものめっちゃ私もありました、はい、うん、私もありました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。みさとちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。みさとちゃんの方の動画では、はい、この同じ熱量でスキンケアをご紹介していきます、はい、絶対見てください、はい、ぜひこちらもチェックしてください、はい、
最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。